宮城県の岩沼市玉浦という地区、ほぼ津波で全域が被害に遭ったんですが、そこのですね、町づくりとあと農業復興ということを中心に、いろんな活動を、展開しております。とにかく目の前で起きていることを何かこう一つずつできることをやっていこうということで、始まったのがきっかけですね。で玉浦という地区全体がですね、大体稲作を中心に、まあ主な産業というかね、それが稲作の 農業なので、そういった農業支援をしようということで、さまざまなイベントを組んだり、そういったことをまず一つのきっかけとして、この玉浦にこう足を運んでもらう人を、どんどん増やしていこうということを目標に、いろんな活動をしています。地元の農家さんから米を仕入れさせていただいて、まあ、こういった形で米を販売したり、こういったものを今後もやっぱり継続していきたいので、まあ、今課題はどうやって継続できるかっていう、我々は玉浦全体を、まあ、地域としてのブランド化をしていこうということを考えてます。で、農業アミューズメントっていうことで目打ちまして、まあ、玉浦に行くとなんか楽しいよとか面白いよっていうような、そういう地域を作れないかなということで試行錯誤でやってます。もう息の長い仕事だと思います。多分、最終的な目標は宿泊施設を完備して農業の体験ができるとか、新入社員の研修が農業を通してとか、子どもたちの合宿を農業を体験しながら合宿してくれるとか、この土地から離れる人を減らさないと、まあ、津波で生き残ったものとしてやらないといけないんだろうなと。非常に温暖な気候の、土地柄です。そういったところで、まあ、米作りを中心にこれから、農業の復興を目指して、楽しめる玉浦、面白い玉浦っていうのを、実現していきたいと思いますので、ぜひ皆さん、どこかに行く通りすがりでもいいですし、ぜひ足を運んでいただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、www.tamaura.org、頑張っと玉浦で検索をしていただくと出てくると思います。